強すぎる。巨人がいるんだよ、貴公子か。いや、違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。次は十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ。あっちは中央後方。もしかしてエレンがいる方へ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。遅い。さっさと決めろ。進みます。
それとは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。森の西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせた情報を抹消するとは。リヴァイ兵長、いや、違う、誰だ。グンタさん、エレン、止まりだ。進め、エレンを守れ。燃え、援護を頼む。メガタの中身が、それとも複数いるのか。ヤクザ、かかってこい。差し違えてでも倒す。やはりか、来るぞメガタの巨人だ。ここで惨めに死ね。クソ、メガタに報いよ。見たか、すげえ。あのメガタが一方的に。とどめだ。ペトラ、早く体勢を直せ。
エレンはどこだ？疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ！多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。